はいどうも白滝です。今回の動画はもうすぐすれば6周年センター契約書が登場します。センター契約書 vs ダルビッシュセレクション、どっちを、ね、引くべきなのか、どっちを、ね、引いた方がお得なのか、これについて今回、ね、解説していこうかなと思います。そしてプロスピエースも6周年を迎えたということで、動画の高評価600を目指しています。年内4万人も、ね、目指しているので、そちらの協力の方もよろしくお願いします。ということでやっていきましょう。11月3日にダルビッシュセレクションのラインナップが発表されました。選手が、ね、発表されたということで、ある程度、ね、狙いの選手絞れたと思うんですけれども、ゲームをですね、攻略する上では、どっちがいいのか解説していきます。まず初めに話していくことが選択契約書の特徴になりまして、ガチャ内容はこういった風になっています。購入1回目で S ランク選手1人確定で、購入3回目で S ランク2021シリーズ2の自チーム枠が確定で、購入5回目に S ランク選択契約書、これを、ね、獲得することができます。で、購入7回目は、ね、あるんですけれども、6回目7回目は引く必要は全くもってありません。5回目がです、ね、一番、ね、重要な契約書になっているので、皆さんは5回目まで引いてください。このガチャの一番いいところが選択契約書になりまして、名前の通り対象選手からお好きな選手を1人選べる、これが選択契約書になっています。シリーズ1とシリーズ2の選手を、ね、100% 獲得することもできまして、あとはですね、この選択契約書、契約書ということで30日間なんと保管することができます。例えばこういった、ね、使い方があります。購入5回目で選択契約書を獲得で、契約書なので30日間保管することができまして、11月25日に完全移行があります。完全移行はシリーズ2のみの、ね、選手が登場する更新日になっていまして、今現在、ね、契約書を貯めてもらっていると思います。その契約書を完全移行後に大量開封、そしてミキサーもする。で、狙いの選手をその、ね、契約書ミキサーで当たらなかった場合、選択契約書を引く、こういった賢いやり方があるので、選択契約書は、かなり、ね、補強の幅としては、大きくなっています。今現在登場しているアーティスト村上選手、選択契約書で取ろうと思ったんですけれども、契約書ミキサーで当たった、そういった場合は選択契約書他の選手を、ね、補強することができます。次にダルビッシュセレクションの特徴になりまして、ガチャ内容、これは30、60、90、去年のダルビッシュセレクションと同じガチャ内容で登場すると予想しています。エナジーがない人はガチャを、ね、引くことはできないんですけれども、今回はイベントの累計でダルビッシュセレクション契約書、これを、ね、獲得することができるので、これは、ね、必ず獲得していってください。ダルビッシュセレクション、アニバーサリープレイヤー、エキサイティングプレイヤー、こういったガチャにはですね、救済システムがありまして、それがミキサー、ダルビッシュセレクションもミキサーがね登場しまして、5人をですねミキサーすることによって、必ずですねお好きな選手 100% 取ることができます。ミキサーに関してはアニバーサリープレイヤーも5人ということで、ダルビッシュセレクションも5人で来ると思います。コナミさんが意地悪するのであれば、6人で登場すると思います。 S ランクの選手5人をミキサーすることによって1人ね獲得することができるんですけれども、この5人を集めるのに、どれぐらいのお金がかかってくるのか、とりあえずイベントの累計で1人ね確保できます。で、30連目で1人、60連目で1人、90連目で1人、最低ね4人確保できまして、あと1人揃えれば、ミキサーねすることができます。その1人を揃えるのに、だいたいね、2万円1万円ではね多分獲得できないので、60連で1人と仮定する。30連60連90連イベントの累計、これをね全て外して、狙いの選手がね取れなかった場合は、だいたい5万円ぐらいかな、5万円で、お好きな選手をね取ることができます。これはあくまでもユーザーが狙っている選手ガチャと累計外した場合の、金額になります。今回比較する選択契約書、これはですね50連目1250エナジーかかるということで、これをですね金額で表した場合は約1万5000円、選択契約書は約、ね、1万5000円で、お好きな選手をね1人獲得することができます。最悪の場面を考えるとしたら、ユーザーが、ね、欲しい選手1人獲得するのに、ダルビッシュセレクションは5万円、選択契約書は1万5000円になります。それぞれのガチャにこういった、ね、特徴がありまして、どういった人が選択、あるいは、ね、ダルビッシュセレクションを引くべきなのか。選択契約書の方になりまして、これを引く条件の人は初心者、最近始めた方、6周年を迎えたということで、6周年から始めた方は、選択契約書の方を引いてください。
OB の選手は能力がね高くて魅力的なんですけれども、まあ、限界突破がね難しいということで、まあ、センター契約書福袋系を、まあ、1年目はね引いてもらえばなと思います。あと条件に当てはまる方は純正の方、まあ、こういったねコメントがありました。無課金純正、選択契約書がダルビッシュセレクション、どっちをね引くべきですか。これは選択契約書の方を引いてください。まあ、購入3回目で自チーム枠がありまして、購入5回目で、まあ、自チーム枠、まあ、選択契約書、まあ、お好きなですね補強できていない、まあ、ポジションのね純正の選手を獲得することができるので、まあ、これは圧倒的に、まあ、純正の方は選択契約書になります。選択契約書を引く方の条件に関しては以上になりまして、ダルビッシュセレクション、これをね引く方の条件としては、まあ、ラインナップに欲しい選手がいる、まあ、あとはですねリアタイ勢かな、まあ、球種が変更される、まあ、ダルビッシュ選手が選出した選手なので、まあ、かなり球種が変更されてリアタイ的に強くなって帰ってくる、まあ、リアタイ勢は、まあ、ダルビッシュセレクションを引いてもいいんじゃないのかなと思います。選択契約書とダルビッシュセレクション、まあ、引く方の条件について話しました。まあ、次にですねポジション別に考えていこうかなと思います。ダルビッシュセレクションのラインナップが発表されまして、リアタイで使えてくる投手、まあ、これをねピックアップしました。まあ、1人目がオリックス赤堀選手、広島大野選手、楽天岩隈選手、ソフトバンク斉藤選手で、日ハムダルビッシュ選手、これらの選手がリアルタイム対戦で使えてくる投手になりまして、共通点があります。それが先発陣、まあ、赤堀選手ね限界突破すれば一応ね先発使うことができます。で、まあ、大野選手も先発、岩隈選手も先発、斉藤選手も先発で、ダルビッシュ選手も先発、まあ、先発をですね補強したいという方は、まあ、こちらダルビッシュセレクション、まあ、引いてもらった方がいいんじゃないのかなと思います。打者として使えてきそうな選手としてはバース選手、中西太志選手、まあ、そしてロバート・ローズ選手。バース選手は一塁手、アーティスト降格を持っている選手で、中西選手は三塁手になりまして、能力に関してはねまだ判明していません。でロバート・ローズ選手に関してはミートパワー AA で、まあ、特殊で守備 B にすることができる、まあ、セカンドの補強と、まあ、あとはですね DH かな、まあ、DH がですね今現在、補強ポイントになっている方は、まあ、こちらダルビッシュセレクションを引いてもらえばいいかなと思っております。三塁手中西太志選手がねいるんですけれども、まだね能力は判明していません。まあ、仮にですねアーティスト降格をね持っていた場合、まあ、一応ですね三塁手に関しては代用の選手がいます。まあ、それが現役の村上選手、今現在通常で追加されている村上選手になりまして、弾道アーティスト、まあ、能力も高くてランク戦でね使えてくる特殊能力も持っています。アーティスト降格打法回チャンス、リアタイで三塁手をね今補強したいというねユーザーの方は、まあ、ダルビッシュセレクションを引くのではなく、まあ、確実 100% 取れる選択契約書、こちらの方を引いてください。ダルビッシュセレクションをポジション別に考えると、リアタイのオーダーで、まあ、先発 DH セカンド、まあ、ここをですね補強したいという方は、まあ、ダルビッシュセレクションね、まあ、引いてもいいんじゃないのかなと思います。それ以外のポジションを補強するという方は、まあ、選択契約書を引いてください。まあ、例えばレフト、ライト、ショート、レフト枠のポジションを補強したいという方はオリックス吉田正尚選手を取ってください。ライト枠おすすめの選手1人目が杉本選手になりまして、パワー型パワー A なのでリーグオーダー入ってくる、で特殊能力に広角打法パワーヒッターを持っているということで、まあ、リアルタイム対戦でも使えてきます。打撃も重要なんですけれども、守備もね重視したいという方は、まあ、こちらね広島鈴木誠也選手を取ってください。ミート A、パワー A、能力値もね高くて、まあ、守備数値が68、特殊で、ライト B にすることもできます。で特殊能力もね打席立った時点で上げてくれる特殊能力、パワーヒッター、選球眼、アベレージヒッター、ライト枠を補強したいという方は、まあ、鈴木誠也選手、あるいはね、まあ、杉本選手を取ってください。そしてショート枠を補強したいという方は、こちら2021年シリーズ1の坂本選手を取ってください。まあ、能力に見てもらった通りミートパワー AA の同値で、守備数値が79ということで特殊で守備 A 行きます。特殊能力もランク戦で使えてくるものが揃っていまして、パワーヒッター、広角打法、固め打ち、まあ、リーグではね今現在は3800の選手を入れてほしいので、まあ、リーグでは入ってこないんですけれども、まあ、ランク戦であれば、まあ、坂本選手は使えてきます。
はい、ということで選択契約書 VS ダルビッシュセレクション、まあ、どっちを引くべきか解説をしました。まあ、ダルビッシュセレクションを引く方は先発 DH セカンド、まあ、ここですね、補強したい方はぜひともねダルビッシュセレクションを引いてください。まあ、他のポジションを補強したいという方はぜひともね選択契約書を引いてください。まあ、最後までですね動画をね見てくれた方々ご視聴ありがとうございました。まあ、良ければですねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回は以上。